時とバイソンのファンになったんですが、また見れますか。まあ見れんくないとは思います。そういやリプレイってどれだっけ、確かにこのタブでやってたんですよ。見られた、お見られてる。これがゼロだったので結構安心して、今回ねまだバレてないんだろうなっていうのは、ただ今の時点ではもう4回も見られてるな。まあ明日からまたちょっとオフで練習することになると思います。まあサブタグはこの今日の SFL をしのぐためだけのサブタグだったんで、大丈夫です。バイソンユリアン、バイソンユリアンじゃないや、バイソンガエル。でもなんかさ、あれらしいよ、やっぱ結構ねバレるらしいよサブアカって。なんだっけな、梅さんの配信かなんかでマイリストに樋口のサブアカがいたみたいな話でこの前盛り上がったから、やっぱチェックしてんだよなみんな、それっぽいタグは。おシノディさん、自分のサコさんがサブアカでガエルとやってるんじゃないかと探してました。あでもそうだよな、サコさんもさあんまりガエルとやってなかったからサブアカでやってんじゃねえか疑惑は普通はあるよな。そう考えるよな。国内はさっぱりだけど海外でのサブアカ探すのはそれはそれで楽しいですね。まあ知ってたタグがあの人のだったというケースが大半ですが。なるほどね、まあそうだよね、サブアカっていうかその名前変えましたみたいなのが海外はもともと情報が伝わってきづらいから、サブアカを作ってる感覚じゃないにもかかわらずサブアカかというふうにこっちは受け取ってしまいますよね。はいどうもこんばんは。これ何にしようかな、我打倒林健良の語呂の良さに勝てるのってなかなかないよな。我打倒根本直樹も確か作ったんだけどあれどっか行っちゃったんだよな。我打倒にしとくかとりあえず。我打倒を忍び軍団だ、こっから書いていこう。忍びって漢字合ってるよな、こうでいいよね、心でいいよね、ここ漢字が書けないとまたバカにされるからな。とこれ大丈夫だよね、これ車でいいんだよね。はい、OK、書き順もバッチリです。でちょっとずつ太くしていきます。忍び軍団あんまり太くするとちょっとにじんじゃうんだよな。 OK で我だとはまあ適当に、これ書き慣れたもんです。
はい、オッケー、一丁上がり。これ安いハチマキだからちょっとにじみがいまいちだな、汚くなっちゃうな。よし、次はこれですかね。それでは、うん、また今度は木曜日にやりたいと思います。木曜日の配信